今回は銀行業界ですね。メガバンクを中心に業界研究していこうと思うわけなんですけど、銀行が日本の経済史を作ってきたみたいな、そういう部分もあると思いますし、東大卒で民間で働くならまず銀行だろって言ってね、エリートたちのそんな時代もあったわけですけど、まあ、我々個人としてはそこら辺の駅行けばもう必ず視点があってね、こう身近なんだけど一体何やってるのか、傘下に子会社がね、たくさんぶら下がってますんでごちゃっとしてますが、日本のトップバンクたちがこう何をやって、どうやって稼いでいるのか、企業としての大きさとか、今厳しい業界 ってこう銀行業界言われてますけどどうしてそう言われているのかとかですすねえその辺を整理していいいいいければいいかなと思いますこういうトップバンクたちはグループ各社でも銀行もあって証券会社あって信託あってクレジットカードあとリースとかですねもう抱え込んでやってますんでやってる業務はもうこんな感じで無数にあって複雑に見えますけどもう商売としての金融はもう至ってシンプルで単純にお金の需要に応えてあげて金利だったり手数料をもらうっていうまあそういう商売ですね。 例えば銀行のメイン事業として貸し出し業務っていうのがありますけども企業がですね例えば工場を建てたいとかもっと物を作って増産してたくさん売って売り上げ上げたいとかですね楽天とかやってますけど基地局を建てて通信も整備してもっとお客さんから通信料取りたいですとかですねそういうお金が欲しいっていう資金需要が企業には発生しますそれを銀行が余裕ある個人とか法人からですね金利いくら上げるからお金貸してくださいって言って預金者集めてきて資金を集めてきますでそのお金を使ってさっきの企業たちにですね新工場 ててるためにお金を貸して企業は新新工場ををを建ててててますすそこででしししく物作っったりして売って事業業拡大してですね企業が稼いだ利益の中から銀行は金利をもらいますその企業からもらった金利を預金者にもですね金利を支払わなきゃいけないんで今ゼロ金利なんてほぼないですけどこのさやが利ざやとなって銀行の利益になりますつまりお金に余裕のあるところから資金需要があるところに資金をこう融通してですね答えてあげて代わりに金利っていう報酬をもらうっていうそういう商売になりますねでこれが企業じゃなくて個人の資金需要に えて個人に貸してあげた場合がですね住宅ローンとか消費者ローンになるわけなんですけど、まあ、家買いたいですとかショッピングしたいとかそういうところですねそういう資金需要ですね当然企業に貸すより個人は信用力が低いんでこっちの方がたくさん銀行からすると金利がもらえてですねたくさん儲かるビジネスなんですけど住宅は産業規模も大きいんでですね消費者ローンはクレジットカードのキャッシング機能とかついているパターンもありますけど三菱 UFJ でアコム参加にありますし三井住友でプロミスが参加にあったりしますねあとで言いますが企業向けの貸し出し 私はもう金利取れない時代なんでこういう個人向けのローンで稼いでいかないと厳しい時代なんですけどアメリカはですねその辺うまくやってて消費者ローン進んでますが日本はあんまりいいイメージない業態なんでですねもっとこう先進的なイメージになっていかないといけないっていうところですねでさらにこれがもうお金を貸してあげるんじゃなくてお金を挟まず直接物を貸してリース料を企業から取るっていう場合がですねリース会社になるんですけどこんな感じで各社リース会社参加に収めてるわけなんですが三菱 UFJ リースと三井住友リースは再 手のリース会社ですねリースは、まあ、コピー機とかやってるイメージありますけど不動産とか航空機とか船もリースしますんで飛行機なんてですねもう1機でも300億から500億とかしますんで稼げる事業なんですけどメガバンク3社の中でみずほの収益力が弱いのはですみずほ本体のフィナンシャルグループの収益力が弱いのはみずほリースが弱いっていうのも1つの要因ででですすすすねねこののやりままけど日本は低金利の環境下なんでです、ね、リース会社からしますと安くですね。 製品調達でできますんで最近、景気よくてこう利益出てたんですけどメガバンクに再編される過程の中で UFJ と三井住友はリース会社をまとめ上げてグループ内に取り込んだ形だったんですけどみずほだけはですね後でやりますけど再編前のですね3つの会社フリーリストとか東京センチュリーとかね勝手に上場してますけどそっちは取り込めず不要総合リースだけ最近入ったみたいな感じでですみずほはリース事業で稼げてないっていう形ですねただ、足元コロナで航空機産業飛行機産業が ANA、ね、とか JAL とかひどいことになってますんでこのリース会社たち もう足元は厳しいって形ですね。次にクレジットカード業務ですね。クレジットカードはま昔で言うつけですよね。えー、例えばですね、給料日までこうまだだけど小財布に今お金ないけど今日はねこうなんとかこう飲みたいみたいなですねそういう日あると思いますが、えー、個人と居酒屋の間でその時にですね資金需要が起こってます。それを満たしてあげるビジネスがクレジットカード業務ですね。居酒屋も早く現金欲しいし個人もその場でねすぐ酒飲めるって感じでですね。でメガバンクさんかのクレジットカード会社たちがあってその会社たちが個人の 資産状況この人はどこに勤めてて給料は毎月これくらいあるっていうのを審査してオッケーした人は信用をあげるってことでクレジットカードを発行してくれますで個人からは年会費金利をもらって居酒屋からは手数料を取ってクレジットカード会社の売上が立つっていう構造ですね昔はクラブのママとかが月末になったらですね会社にこうサラリーマンのとこ行って取り立てに来てたみたいなことをしてたらしいんですがお店側がお客さんごとに信用を判断することなくクレジットカードがあれば信用できる人っていうことが分かるようになって つけみたたいいなななでですすねトリッパグレがなくなったっていうことですちなみに Visa とかマスターカードはカードのこう決済システムをですね提供している会社になりまして実際にリスクを負って信用を与えているのは発行会社のこういう銀行傘下のクレジットカード会社たちですね各社こんな感じでクレジットカード会社があります UFJ はニコースですね日本審判 DC カードのとこですけどシステムでね最近失敗しちゃって1000億円規模のね驚愕な損を出しちゃいましたけどで三井住友カードは歴史的にも Visa と関係の深い最用手のクレジ クレジットカード会社ですねセディナはダイエーが作ったカードでそれ三井住友が持ってますんでですね一緒に今やっててみずほの UC カードも流通系ですね西武百貨店系の流通系のクレディセゾンと一緒にやってましたけど提携解消しましたねリソナカードもセゾン系のカード会社ですねで三井住友トラストはダイナーズクラブっていうですねまあ、富裕層向けのクレジットカードをやってますあと投資信託売りますね支店の窓口の行員さんが預金たくさんある人にですね投資信託を販売するわけなんですけど、まあ、投資信託って何かっていうとこういうコ 個人の方にですね預金はもう金利つかない時代なんで今だとこう例えば 5G 関連の投資信託がありますんでそれで運用しましょうって,てまセールスみたいなのをしてですね投資信託を買ってもらいますでそのお金をメガバンク傘下の運用会社があってそこの中にですねファンドマネージャーって呼ばれる一応運用のプロ的な立場の人がいるんですけどこのファンドマネージャーが 5G に関連した中心株だったらこの株かなとかですね通貨だったらドルが上がるとか関連の債券とかを買ったりしますで買うのには債券とか外貨だったら銀行を通さなきゃいけないです 株だったら証券会社通さなきゃいけないんで。 でこの市場マーケットから株とか債券を銀行証券が調達してくるわけなんですけどそれでファンドマネージャーが実際に運用します全部メガバンク参加で収まりますんで手数料が稼げる商売って形ですね投資信託を買った時に23%の手数料がかかってえ運用会社でですね年間で1%ぐらい手数料取れますんで銀行は力を入れてるところです個人の今後もっと預金よりお金が欲しいっていうですね将来の資金需要に応えるビジネスってことですねもちろん普通に損することもありますでここまででは商業銀行って呼ばれる部類で一般的なイメージの 日本の銀行、メガバンクも含めて商業銀行に当てはまるんですけど、あと投資銀行って呼ばれる業務が銀行にはあって、モルガンとかゴールドマンとかその辺の外資系が強いんですけど、こ日系メガバンクも投資銀行業務に力を入れていって、これからこう伸ばしていきたいところだと思います。で基本的にここで働く人たちが、バンカーって呼ばれる人たちで、年収1000万とか、外資系だと奥のレベル感をもらう人がいる世界観のところですけど、一方、支店に勤めている方、事務系の銀行員さんはクラークとか事務員さんみたいな意味で呼ばれます。で 証券会社も投資銀行業務やるんですけど日本の場合はですね歴史的にもメガバンクの方が投資銀行強いですね。でさらに外資系はもっと強いっていう、まあ、そういう感じなんですけど、日本の証券会社だととこうでかい案件持ってこれる投資銀行業務やれるのはノムレらいしかできないんでですねで投資銀行業務はまず資金需要がある会社がですね同じようにあったとしますと直接投資家を集めてきてまたは自分が投資家にもなって企業の資金調達をですねこう助けてあげるっていう仕事です。資金調達のやり方って色々あるんですけど どういう手法でどういうスキームでお金を集めてくるのがその会社にとって一番いい資金調達方法なのか。 それを経営者に提案するのがバンカーたちの腕の見せ所になるわけなんですけど高い金融知識を使ってこうお宅に資金を引っ張ってくるにはこんなやり方がありますとかこれが一番お宅にとっていいスキームですって感じでですね、ピッチっていう営業資料を作って経営者に持ってってセールスをかけていくっていうそういう感じですねわかりやすいのは株式とか社債を発行して使ってですね、お金を集めるやり方がまずあるんですけど株式を発行するっていうのは増資をするっていうことなんですけど証券会社の中での投資銀行業務ですね株式を買ってくれる投資 ををを探してきてててきお金金入れてもらって資すする方法です証券会社投資家とのつながりがたくさんありますので、ですね社債の方はその会社に融資をする借用証書を発行する手助けをですねするわけなんですけど、おたくなら金利何パーセントでお金を集めてきますと言って、ですね投資家に社債を買ってもらうところです。日本は社債はですね個人まであんまりこう出回らないんで、自分の銀行で買ったり、ですね地銀とか年金とか保険会社とか、その他運用する金融機関が買うパターンが多いですね。でその他の他投資銀行業務としてプロジェクトファイナンス とか不動産ファイナンスとか M&A、LBO ローンていうのがまあ代表的にあるんですけど、プロジェクトファイナンスは、例えばです、ね、三菱商事がインドネシアでこう油田があるからって言って、石油を開発するプロジェクトをしたいっていうニーズがあるとします。で、商事が自分で資金調達をしようとすれば、三菱 UFJ からです、ね、お金貸してください、融資してくださいって言って、一般的な貸し出しになるわけですね。でも、このプロジェクトはでかい資金が必要なんで、失敗したらです、ね、その融資が滞って、三菱商事自体がです、ね、会社が危うくなる可能性があるぞ そうした場合に、バンカーたちがプロジェクトファイナンスをしましょうって経営者に行って提案アドバイスをして、ですねその石油需要のみを会社として作って、そのプロジェクトに対してのキャッシュフローにのみ、ですね貸したお金を返済すればいいよっていう、そういう仕組みのやつですね。もし失敗しても貸して、銀行側は三菱商事にですね返してって、お金返してって言えないんで、貸してもこの石油開発のプロジェクトに対してもです、ね、リスクを負うっていう形ですね。なんで、信用力はこのプロジェクトよりも三菱商事の方がですね高いんで、信用高いんで、プロジェクトファイナンスだと金利が高いですし、アドバイスし アドバイザリー手数料も取れるっていう一発で入る手数料が高いんでバンカーたちは高級取りになるって形ですね。あと不動産ファイナンスがありますね。プロジェクトが不動産に変わっただけなんですけど資金調達の方法で例えば業績の悪い会社があったとしますね通常だとその会社は高い金利でしかですね業績悪いんで融資を受けられないんですけどその会社がいい物件を持っていればその不動産をその物件を会社から切り離して新会社立ち上げてですねそのビルが生み出すキャッシュフローを返済原資として業績の悪い会社でも安い金利で融資を受けられる さらにに小口に分けててて証券化して投資資れば資金調達もでできますそういういやつですねで次は LBO ローン、レバレッジとワイアウトってやつですが企業買収する時に使うファイナンスですね。これもプロジェクト不動産が買収される会社に置き換わったのが LBO ローンですけどライブドアが日本放送を買収しようとした時から日本に定着した手法ですね。ライブドアでいうとライブドアの子会社に新会社を作って買収される側つまり日本放送フジテレビから生まれるそこのキャッシュフローにのみ融資する方法ですね。新会社ににファンド銀行による融資を入れ 普通だと資金力の少ない会社が資金力の大きな会社を買収することはできないんですがその融資によってレバレッジをかけてですねそのままだと買収できないような省が代を飲む形でですね大きな企業を買収することができるスキームですこうしてそれぞれの手法がバチッバチッって決まってるわけじゃなくてグラデーション的にですね組み合わせてその会社の資金調達の方に一番合ったスキームを組んであげるっていう仕事が投資銀行業務って感じですね今のトップバンクたちの再編の流れをです、ね、押さえておきますと1880年代ですねこれバブル経済にこう向かっていく中なんです ですけど銀行は企業集団を形成していて主力企業たちの持ち合い株というのを持っていで、1880年代後半のバブルピークの頃は日本の時価総額トップ10にです、ね、住友銀行、高銀、町銀とかがこうずらーっと銀行株並んでいた時代なんですけどアパートマンションへの巨額融資とか不動産建設会社への過剰投資が行き過ぎて1991年にです、ね、バブルがはじけますもちろんいろんな要因が絡み合ってはいるんですがで銀行は貸したお金が返ってこない多額の不良債権を抱える時代ですね。1991 年代ですけど1997年にですねまず証券会社から山陽、山市が潰れてで北海道拓殖銀行が破綻しますで翌年1998年には長銀、日産銀というですね巨大銀行も潰れていきますで、独金法、銀行法が改正されて戦後からこう財閥解体の流れでですね今のメガバンクたちみたいにですね金融持ち株会社の下に証券信託銀行とかぶら下げることができなかったんですけどそれが可能になってですねここから一気に大手銀行の再編が進みます。でまず富士銀行ですね安田財閥系の 銀行と、第一勧業銀行、渋沢栄一が作った銀行と、日本工業銀行、政府系の長期資金を扱う金融機関ですね、これが2000年に合併して、水ずフィナンシャルグループができます。で、住友銀行、あんまイメージは良くないですけど、バブルの頃トップバンク走っていた住友銀行と、品農院三井銀行さんと、太陽神戸銀行、川崎重工系の金融機関が、 2001年にくっついて、SMBC、三井住友銀行ができます。で、野村財閥系の大和銀行と、埼玉地銀連合の、今日は埼玉銀行と、近畿、大阪、関西の地銀連合たちが2003年にくっついて、リソナができます。で、リソナ、この後、債務超過でですね、公的資金が入って、再生の道をたどるわけになるんですが、次にあんまり無理をしない三菱銀行さんと、東京銀行ですね、もう名前はなくなっちゃいましたが、バンクオブ東京って言って、海外では名前が取ってた銀行ですね。で、なにわ金融の三和と、名古屋、愛知県の東海銀行がくっついて、2006年にくっついて、 三菱 UFJ ができますで、ゆうちょが2007年に小泉さんのやつで民間会社になるっていうですね、で住友信託銀行が中央三井の信託銀行と小三市一緒になってですね、信託銀行同士くっついて、専業信託グループ、2011年にですねメガ信託の三井住友トラストができるっていう形ですね、でここはですね、メガバンク3社とリソナと三井住友トラスト、あとゆうちょですね、合わせた6社の合計の10年間の利益の推移なんですが、銀行業界が全体でどれくらい稼いできたかっていう推移をちょっと見ていこうと思うんですけど 青が各社の経常利益で、まあ、経常利益って特別な要因を除けば1年間でこれくらい稼ぎましたっていう数字なんですけどオレンジのところが純利益で最終的に1年間で稼いだ利益っていうのがオレンジのところですね2013年からアベノミクスが始まって株価も一気に1万円割りから2万円手前くらいまで上がっていくんですが経済環境が良くなると銀行としては貸してる会社の倒産するリスクが下がって引き当金っていうコストを銀行は決算に積まなくてよくなりますんで。銀行も利益が計上できるようになって年3 3月期でですね、経常利益で5兆2000億円、純利益で3兆円の利益を稼げるようになってピークをつけるわけですがただ2016年からマイナス金利が始まって企業に貸し付ける金利がどんどん下がっていって足元コロナの影響もあって1兆7 0 0 0億円の純利益しか稼げないようになってるわけなんですがピークから半分近く減ってるっていう形ですね基本的には貸し出し業務が利益取れなくなって業績が悪くなっているっていうことなんですけどでなんでこんなに業績が悪くなっているのかっていうと日銀の金融政策をすっとかないとなかなか銀行業界がこれだけ 厳しい環境になって理由がですね分かりづらいと思いますので簡単に説明しておくとアベノミクスは7年前の2013年から始まってですね黒田さんが日銀の総裁になってから金融緩和によって日本の成長率を上げていこうっていう、まあ、そういう金融政策になるわけなんですけどこれ、ばくっと説明しますとこの黄色いところがですねマネタリーベースって言って日銀の当座預金と現金からなっているわけなんですがこのマネタリーベースは日本の中央銀行日銀が操作できるお金っていう意味ですね。この日銀東西預金っってて何かっていうと 民間銀行の預金の中から一定の比率一定の金額は日銀当座預金に預けなさいっていう決まりがあるんですが日銀にあるメガバンクとかの預金ってことですねじゃどうやってこのマネタリーベースを日銀は操作するのかと言いますと民間銀行にはですね国債をたくさん持ってますこの国債を日銀が買い取ることによって現金化することで銀行の中の資産を現金でジャブジャブにしますで銀行側からしたらですね現金だけ持っててもコストでしかないんでこっちの市場側の右の方に銀行がバンバン お金を出すすっていうのがアベノミクスですただ銀行内をこれ現金でいっぱいにしたとしてもですねこっちの左側の日銀の当座預金の方に貯まっていってしまったらこの市場側の右側にお金が出ないんでそこでさらに2016年の4年くらい前からですね銀行がこっちの日銀当座預金の方にお金を預けないように日銀の方に銀行が預けてきたらマイナス金利でお金を日銀が取りますよっていう逆に手数料をもらいますよっていう政策にします、まあ、正確に言うとこの日銀当座預金の一定割合にマイナス金利がかかかるんですけど今だとですね日銀 金額でいうと日本全部の金融機関で,です、ね、200億円ぐらいを日銀にマイナスの金利として手数料を払ってます、まあ、とりあえず銀行にある現金を日銀の当座預金じゃなくて右側の市場側にですね企業側に貸し出し金として銀行は貸しなさいっていうのがここ7年間やってる日銀の金融政策になります今現在もですねでそしたら株とか貸し出しにお金が回ってお金がぐるぐる回ってですね経済が良くなるってことなんですけども買い手あげればですね1年間で会社を通るお金の量が多くなって立つ売り上げ がですね各社、大きくなりますんで、ですね、まあ、そうしたいなっていう政策なんですが、これが実際、どういう結果として足元になってるかって言いますと、ここの真ん中の2013年からですねアベノミクス、日銀の金融緩和政策が始まったわけなんですが、ここから見ていくと、ですねマネタリーベースは120兆から530兆円と、ですね銀行にある国債を日銀が買いまくってどん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 増やしていきます、ここは操作できるところなんで、ですねでこの上の通貨量の残高が、ここの真ん中のですね日本全体にある現金、預金の金額の総量になるわけなんですが、ここは1100兆円から、 1400円に伸びてますねただですね、日銀の東西預金が60兆円から460兆円とですね、ここにやっぱ日銀の東西預金、こっちの方に溜まってきちゃっているのは否めないっていう感じですね。マイナス金利を導入してもですね、でとにかく貸し出し、投資に回るのが重要なんですけど、そっちの方はどうなってるかっていうと、 上の青いところの預金の方は通貨量も増えてどん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 増えてきてはいるんですけどどん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 金融機関に集まってきてはいるんですが貸し出し金の方はねまあ伸びてはいますがペースはですねやっぱ若干遅いかっていうね420兆から660兆って感じでプラス240兆かみたいなですねもちろん増えてはいるんで金融政策が効いてないってことは言えないと思いますがただ本当に貸し出しが伸びるようになるには金融政策だけじゃなくてですね新たな産業本当の資金需要がやっぱ起こらないとですねどん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 増加するっていうのはやっぱ難しいですよね。今 なのででリモーートワークとかです、ね DX、とかかすすね DX 言ってやっててやますが日本は IT システム系弱いんで IT はアメリカの企業にどうしてもなっちゃうんでですねここでそっち系の産業がですね日本で没興してくれれば銀行の貸し出しも増加して本当の好景気がですね来るんだと思いますがあくまで僕の試験ですねもちろん無数の要因が絡まってこういう推移になってますで貸し出しの量はそこまで増えてませんが通貨の量は増えてますんで通貨の量が増えると通貨の価値である金利とマイナス金利もあってですねさらに銀行の貸し出し金利はまあ下がるっていうことなんです こんなな感じのの各社の推移になってますね特に国内の貸し出し業務はっていうことなんですけど預金者に払い出す金利はもうゼロ金利でこれ以上我々からですね預金してるだけで手数料取るわけにはいかないんで、まあ、いろんな方法でですね通帳発行とか手数料を取るようにしてますが上の貸し出しの金利はですねどん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 ん下がってきて利ざやが潰れて貸し出し業務特に国内の貸し出し業務は稼げなくなってるっていうのが現状ですね貸し出し業務は銀行の安定的な収益になりますんで安定的な収益が見込めないっていうのが今の銀行 銀行ですね貸し出しの量もそこまで増えてないですし銀行は我々の預金を使って運用もしてるんですけど金利が高い時は預金者からお金集まってきててもですね国債を買ってそのお金で国債を買って金利収入を得れば稼げたんですけど今は国債もマイナス金利なんで運用先としてですね無リスクの国債で運用できない状況なんですねだから銀行は今どうしようとしてるかっていうと預金を投資信託に回して投資信託だと思っているだけで年間1%ぐらい手数料が取れますんでそっちにですね投資信託にお金を移動しようとしてたり 運用先も日本国債じゃなくて、リスクを取ってアメリカ国債とか株とかで運用したり、日本に貸し出すんじゃなくて、海外にですね貸し出そうとして、特にアジアですね、どんどん進出してますよね、メガバンク、そっち系に力を入れてるってことですね、国内は店舗を減らして、人員もこう IT とか使って減らしてって、ですねコストダウンの方向みたいな感じですねで、ここは預金の内訳なんですけど、日本はどこの金融機関に預金をしているのかっていう、そういう内訳なんですが、まあ、さっきの預金の1200兆円ってありましたけど、融庁抜かした数字だったんで、を足してあげると 1, 兆円ですね、この間の3月末で日本は金融機関に預金が1400兆円あるわけなんですがメガバンクは3社で400兆円ありますね地銀は64校で300兆円ですあと農林水産系ですねやっぱかなり多いですね JA バンク農林中金とかでこの辺に入ってきますがここは商工中金とか新金のところですねあと有長があります180兆円ぐらいですねで各社の時価総額はこんな感じでこういう感じの規模感になるんですけど、まあ、特色をですねちょっと簡単に言っときますと、まあ、三菱 UFJ はですねもともと海外強い銀行さんなんで 足出しが海外に多いでもともと東京銀行がくっついたんでですね、あとなんといってもこうリーマンショックの時にモルガンの株を2割買ってる銀行さんなんで UFJ はですねこの辺はですね、強いところですねあと三井住友は国内の店舗改革はいち早く進めた銀行なんですけどほ、まあ、他よりはですね、コストダウン進んでて利剤がまだ取れてるかなっていう感じの銀行さんでゆうちょはですね 貸し出しほぼしてませんので、巨大な運用機関という感じですね、あとみずほは合併前の3考がですねこうまとまりないっていう、そんなイメージですかね、システムの統合とかもですねかなり苦労しましたし、あと三井住友トラストは信託銀行なんで、富裕層向けの金融機関という感じですね、不動産とかね、やってますけど、三井住友とは違う会社なんですが、もし三井住友がですね再編の時に取り込んでいたら、UFJ 抜いてる可能性はあったんじゃないかなと思うんですけど、りそなはですね、中小企業向けの貸し出しと不動産向けの融資、まあ、その辺がですね強いっていうイメージですね。 各社個別でもっと詳しく知りたいという方はメンバーシップの方にですね公開してますんで概要欄から飛んで見てみてくださいただ海外の金融機関に目を向けてみますと三菱 UFJ でさえですねこのランクになりますんで世界との差はですね日本の銀行メガバンクでさえですねこう大きいって感じですね世界トップは JP モルガン・チェースで30兆円の時価総額ついてますね三菱 UFJ の5倍っていう感じですが中国交渉銀行はもともとの人民銀行貯蓄部の銀行で中国系の金融機関がずらっと上位に並んでますがあとメディル・リンチをする バンコオブアメリカですねで、建設銀行とか農業銀行、建設銀行は公銀とか町銀みたいな感じで、農業銀行は中国の農村部って感じですねで、中国の銀行、じゃない、中国銀行は海外系ですね、バンコオブチャイナつってやってますけど、金融強いイメージのイギリスでさえです、ね、HSBC で8兆円で中盤ぐらいになってますし、このモルガン・スタンレイがですね UFJ が買ったところですね、2割ぐらい株持ってるところで、UBS は、 三井住友トラストとですね日本の市場で富裕層開拓やっていくらしいですがあとドイツ銀行ドイツ,ド,イドイツ銀行はですねフォルクスワーゲンの,あの不正問題からですねもうこんなに安くなっちゃったっていうねそんな感じの銀行さんですねこれが去年の業績ですね三菱 UFJ が一番利益出てるんですけど1兆2000億円の経常利益でただ純利益がですね一過性の要因で去年はアジアの銀行の減損出しましたんで純利益は三井住友の7000億円にね抜かれて5300億円で収まったって形なんですがみずほはですね他の このメガバンクの UFJ 三井住友と比べると収益力は一段弱いっていう状況です、まあ、銀行業界ですね稼げない稼げないって言われても年間数千億円規模のこう利益が出ている会社たちになるんですけど今年はですねコロナの影響で予震費用積む予定ですが今の各社の予想ほどですね悪くはならないとは思うんですけど これれかかららどうやっってて成長すするのって聞かれた難難しいは難しいいはですよね信託銀行ですね新宅銀行だけ切り出した場合なんですけど去年の各社の業績はこんな感じです三井住友信託銀行がトップでこれは三井住友トラストの方ですねで三菱 UFJ 信託があって信託銀行だと三井住友信託銀行と三菱 UFJ 信託銀行のこの2強っていう形ですねみずほ信託も規模感ではこの2つの会社に劣るって形で三井住友グループの SMBC 信託は去年去年のれんの減損があって赤字が出てる状 です預金が一番多いのも UFJ ですね月に遊ちょが183兆円預金集めてますが全国2万店舗の郵便局がありますんでですねほとんど有価条件の運用で回している銀行ですねでリソナはですねバランスシートちょっとでかめで預金使い切れてない感がですねこうありますがそんな感じですね例えば三菱 UFJ は全体で13万人いてこの赤のところピンクのところが本体社員で青が子会社出向を含めた社員数なんですけど白が派遣社員と食託さんとかですが目がそれぞれですね本体社員数この この赤いピンクのところは銀行のところはそんなに人数変わらないですが子会社の社員と派遣の社員で三菱 UFJ は多いってい形ですね全体で三井住友とみずほの倍近くですね UFJ は人数使ってるっていう金融機関ですね三井住友とラストはこの本体社員のピンクのところの人数の比率が高くてですね採用されたら出向で飛ばされる先少なそうだと思ったんですけどでこのピンクのところの本体社員の給料だけ有価証券報告書に載ってましたんで三井住友銀行が一番年齢低くて給料が高そうな銀行さんですね 新宅も UFJ 信託も高いって感じなんですが。 やる業務でですね、支店業務と法人営業バンカーのところで差が大きいと思いますのでそこを丸めて平均したらこうなる数字ってことですね次にそれぞれのトップ社長さんたちですけど、まあ、組織はトップ次第でガラッと変わりますが、まあ、三井住友とリソナはもともと関西系の銀行なんで西側の人たちが多いと思います東大京大が多いですが、まあ、60代だと1980年頃の一番就職先として銀行が人気があった時にですね、入行した方々だと思いますがまさかですね、銀行がこんなに稼げなくなる時代が来るとは思ってなかったと思うんですけど けど就職人気ランキンキグとかは当てにならなならいもののででですねそんな感じで今回は銀行業界の業界界研究でした、まあ、とにかく日本の金融機関には1000兆円という巨額のですね現金預金が家計に一般家計にこうしてありますんであるとこにあるんだなって感じなんですけど銀行もですねこの預金を持ってるだけじゃコストになりますんでいかに運用保険の方にこう移動させて収益を稼ぐかっていうのが今どこの金融機関もやろうとしてる仕事ですね少なくともこの低金利が続く間はですね間接金融から直接 金融へって言って、まあ、いつまでもできないのが日本なんですけど、あと支店の人員とか店舗とか事務員さんは減らしていく方向なんで、IT 使って減らしていく方向なんで、IT 系好きな方とかにはいいですよね、本当、IT 使えない方多いんで、使える人材は重宝されると思います。でも本業は貸し出しになりますんで、銀行、銀行員の方が本当に余信能力があって、伸びる産業、伸びる会社が分かって、そこにお金を入れることができれば、日本の産業はですね永遠にぼっこをして成長していきますんで、これほどですね重要な業界はないと思いますんでですね。まあ、そんな感じ 今回は銀行業界ででしたお疲れ様ですババイバイこのチャンネルは就職活動中の学生さんから株式投資家の方向けにですね企業研究動画というのを配信しているチャンネルになります日本の企業は100年以上の歴史とか長い伝統のある企業たちが多いんで星の数ほどありますんでこういった企業たちを本気で企業分析して理解しようとしたらですね時間がこういくらあっても足りないと思いますで「ガスすチャンネル」では現在半導体業界銀行業界化学電気とかでさまざまな業界またその業界に属する企業 こう一社社一社ですすね分分分析ししててままままいいいりました一社10 20から20分ぐらいの動画にまとめていますでその会社がそもそもどうやって生まれてどんな商売をしててどんなビジネスを作って現在に至っているのかそして今その会社がどういう方向に向かっているのかそれらを短時間で知った上でエントリーする会社入社したいと思う会社投資したい会社をですね探すのに使っていただきたいです就職活動をしている方は人生で決して短くない時間を使うこれから働く企業自分に合った会社を見つけることもできると思いますし企業の選ぶところから面接 別の対策をするのにこのチャンネルを利用していただきたいです過去に分析した業界はこういった業界たちです 様々さまざまな業界研究の動画を出していますので、例えばですね、この電子部品業界研究はこれ無料で公開しておりますし、その中で個別の企業、オムロンとか日本電産とかアルプスアルパインとか、ですね、こういった個別の企業を短時間でかつ深く知りたいという方はメンバーシップ、月額990円、税込みですけど、視聴できるようになってますので、また過去の企業研究動画、また今後アップロードする一社一社の企業研究動画をフルでですね、こうメンバーシップの方、視聴できるようになっております。メンンバーシップへの入り方は、Android とかパソコンでした っていうのが表示されるんですけど iPhone の方はメンバーになるというボタンがこないと思いますんで概要欄に貼ってあるリンクから飛んでもらってクレジットカードでですねご決済できるようになっておりますクレジットカードを持ってない方はこの PayPal ってやつですね ebay から独立したトヨタの時価総額も超えてるような決済会社ですけど PayPal に登録しても銀行口座から決済できるようになってます僕のチャンネルページの再生リストから業界ごとに個別業界をまとめておりますしコミュニティのところにも動画を並べていますんでですね月額990円で過去動画をご覧になってこすりたい企業を入 借りたい企業を見つけてみてください。解約はいつでも可能です。使う価値はですね。あると思いますので、メンバーシップ利用してみてください。